それでは今日は旧約聖書のゼカリアの11章をお開きましょう。ゼカリアの11章開かれましたならば、今日は7節から14節のところ、先ほど司会者に読んでいただきました。今日のメッセージの題は銀三次シケルということになっております。それは11章の12節ですね、はい、そこをじゃあご一緒に読んでみましょう。ゼカリアの11章の12節、私の聖書が1430ページですね。ご一緒に読みましょう。はい、私は彼らに言った、あなた方が良いと思うなら私に賃金を払いなさい、もしそうでないならやめなさい。すると彼は私の賃金として銀三次シケルを払った。今日の礼拝もこれはインターネットによって全世界に発信されております、はい、海外国内、はい、実は先週、はい、海外から電話が来ました、はい、インターネット礼拝見てるよという、はい、電話でした。私もびっくりしたんですね、はい、誰かというとそれは韓国の私の姉の子供長男、はい、太田敦、兄弟から、はい、電話があったわけですね、20年ぶりぐらいでしょうかね、はい、彼は韓国の女性と結婚をしました。そして2人の子供さんがいます、はい、今2人とも日本で、1人は学校に、1人は、はい、テレビ局で働いておりますが、この長男、はい、私がこの学生時代に、はい、クリスチャンになって、そして伝道した一番最初の伝道の実はやはりこの、私の姉の子供ではないかなとこう今考えておりました、うん、毎週毎週、はい、彼は青山一丁目におりました。東京の青山にね、はい、そこへ私は、学校の帰りによって、はい、そして、1歳の彼に、赤ちゃんに、聖書のお話をしておりました。イエス様のこと、 A さん、B さん、 A さんはこうしてこうしてこういう方なんだよって話をして、はい、そしてまた、はい、大きくなった時に、荒川の五教会の教会にも連れて行ったことがあります、はい、上野の動物園に連れて行ったり、いつも遊んで、そこを去る時は大変私には辛い出来事でした。彼がどこまでも泣きながら私を追いかけてくるっていう、そういう長男でしたんですね、はい、中学になった時に、はい、横須賀にいたわけですけれども、はい、横須賀の金沢文庫教会という日記教団の、はい、その教会に導かれて、彼は洗礼を受けました、はい、家にある出来事があった、それがきっかけではないかなと思いますが、はい、クリスチャンになったわけです。そして大学に行って、観光学科か何かホテル学科かそういうところを立教大学で学んで、うん、そして宇都宮で、仕事をしておったんですが、そこでこの韓国女性と出会ったんですね。それで実は私のおじさんが牧師やってるんだっつってね、そういう話をしたらしいの、うん、それで2人は婚約をしたんですけれども、はい、その婚約の条件が、結婚したならば必ず教会に行ってくださいねということを彼女から言われたらしい。韓国女性、伝道熱心な韓国女性と結婚したわけです。そして今はずっと韓国に生活をして、テグ市ですね、韓国第の町テグ市で、はい、大学で、はい、日本語ですか何語ですか教えているわ。そして韓国人たちを日本に就職されようと思って一生懸命やっております。彼が、はい、電話をくださったわけですね。インターネット礼拝を聞いてるよ、英語礼拝を見てるよ、ね、午前の礼拝見てるよということで言われたので、本当にこれ、ね、今年の、はい、この教会のリバイバルの歩みの重要な、はい、ポイントではないかなとこう思っております、はい、原山姉妹の娘さんとか、ね、先立っては英語礼拝の映画伝道に来る、ね、M 兄弟という方がいますけれども、はい、その方が、はい、十何人の人が見てるんだということを教えてくれましたけれども、今日はまた、ね、鈴木、兄弟、鈴木さんが牧師になられて、はい、21世紀教会という大変すごい、
教会ですよね、安藤建築家の安藤氏が教会のこの設計者なんですね。東京の麻布一番の中心中の中心の場所にあるその教会で牧師になられた、ね、盛岡の出身の方だ、ね、料理和食の料理業界の、はいね、トップになった方が、はい、イエス様に先ほどおっしゃったように、ね、神主の、はい、末裔だというお話がされましたけれども、はい、悔い改めに導かれた、うん、そして、今年ですか安倍首相にもスラリだったね、はい、大変な出来事ですよねということで、はい、数教団のためにいつもお祈りさせていただいておりますけれども、はい、この方がこう牧師になったということも私にとって大きなこのポイントになっているんですね、はい、週末の働きのポイントになっている、はい、インターネットをこの方は熱心に、はい、発信しておられますので、はい、この教会のことをよく知っておるわけです。ゆきちゃん、まごちゃんたちがメッセンジャーをやっているのもよく知っていらっしゃるわけです、はい、ということで、はい、この週末の歩み、はい、週末の歩みというのは何か、はい、これは全世界に福音が伝えられるということと、はい、イスラエルが、はい、北イスラエル、南ユダがこの回復して、はい、一つの国になりますよということです。そしてその一番の中心は彼らが、はい、イエス様を十字架にかけたユダヤ人たちがイエス様をメシアとして信ずるというその出来事、はい、イスラエルの国が本当の意味で回復するということをこのゼカリア書は語っておるわけです。それが9章10章に、はい、イスラエルの回復が語られておるわけです。それで今回の11章は、はい、イスラエルの回復、はい、どういうところから回復したか、はい、アシエラそれからバビロンのこの彼らが偶像礼拝の上に偶像教徒、それで神様の裁きを受けてしまった、はい、その原因がこの11章の前半に書いてある。神の裁きにあった、ね、そして神様は、はい、イスラエル人をこの回復するために、はい、何をするかということが書いてあるわけです、はい、イスラエルを神様は回復するためになさったこと、はい、この関係、はい、それは神様と、はい、イスラエル人たちとのこの関係です、うん、この破壊された関係を回復する、うん、はい、そのためには何が必要か、はい、ということを、はい、この十一章は書いておるんだとある人は言っております。一番の彼らが、ね、この環境を破壊させてしまった原因、はい、それを取り除くために何をするか、神様は何をしたか、はい、今日はこの7節から、はい、羊を飼いますということが出てくるわけです、はい、ほぐられる羊を私は飼いましたこう言っておるわけです。そして彼は2本の杖でもってこの羊を飼うわけです。羊飼いは杖を持っております。2本の杖、1本が慈愛の杖、1本が結合の杖という2本の杖で、はい、この群れを飼った、うん、飼ったんですけれども、はい、この方は神様は3人の牧者を、はい、滅ぼしてしまった、はい、なぜか、はい、台湾の牧者、ね、横島な牧者、はい、的外れな牧会伝道している牧者を彼は神様は滅ぼしてしまった。私の心は彼らに我慢ができなくなった、彼らの心も私を嫌がった、牧者が、はい、神様を嫌がり、ね、神様もですから彼らを嫌がったわけです。もう私はあなた方を羊を飼いませんよ、ね、死にたいものは死になさい、隠されたいものは隠されなさい、残るものは互いに相手の肉を食べなさい、はい、と言ってこの、はい、神は慈愛の杖を、はい、それを取り上げて折ってしまった、はい、そして、はい、その時、はい、人々はそれを神様は見守っていたわけです。それは主の言葉が、はい、実現したんだということがそこに書いてあります。11節、うん、そして12節、私は彼らに言った、あなた方が良いと思うなら私に賃金を払え、もしそうでないならやめなさい。すると彼らは私の賃金として銀30シケルを測った、はい、これはイエス・キリストを、はい、ユダが、はい、裏切って、そして祭司長たちから手に入れた銀貨、お金、
それは銀三十シケル、それはすなわち奴隷の値段でイエス様を、はい、彼らは売ったということを意味しているわけです。こういう象徴的な、はい、この出来事が羊を飼う、はい、慈愛と結合の杖で飼う、はい、しかしながら、はい、それをもう、ね、神様はあまりにも、ね、不忠実なもんですから彼らを滅ぼしてしまう。結合の関係、慈愛の関係、神様と、はい、イスラエルとの関係を断ってしまう、はい、またイスラエル この兄弟関係もそれも断ってしまう、はい、そういうことがここに記されているわけです。はい、ここで言っていることは何か、はい、それは、はい、イスラエルは、はい、イスラエルは罪の性質のために罪の性質があるゆえに誠の牧者を喜ばせることはできない。イスラエルの神様を、ね、父なる神様を牧者を喜ばせることはできない。彼らの不信仰の性質のゆえだ、ね、神様の言葉に従おうとしない、神のことを喜ぼうとしない、真理を喜ばおうとしない、その罪の性質のゆえに、はい、神様は彼らを喜ばない。また、ね、彼らは、ね、羊の指導者にもなることができない。どうしたらいいか、はい、唯一のこの民族の救いの道は何か、はい、それは贖いによる以外にはありませんというのがこの11章のメッセージ。キリストの、はい、十字架以外には、はい、彼らを救う道はありません。彼らは何でしたか、神様はイスラエルに嫌われ、同時にまた神様はイエス様はイスラエルを愛しながら、イエス様を拒み、神様を拒む者を愛しながら、はい、彼らのために最終的に命を捨てるということによってイスラエルは回復しますよということが、はい、このメッセージだと、はい、解説者は語っております。はい、ということにおいてイスラエルの回復が、はい、今これからなそうとして、はい、その一部が私たちの、はい、日本のこの国家、ね、国の救いでもあるわけです。日本人たちの救い、回復、はい、それが、はい、イエス様によって教会を通して今なされようとしておるんだということをどうぞ覚えていただきたいと思います。はい、この御言葉に対する信仰、イエス様に対する信仰を通して聖霊様は私たち一人一人を用いてくださる、ね、鈴木さんを用いてくださる、今語られました、はい、熊谷兄弟も、はい、神様の証人として用いられたわけです。わずか20歳に、はい、到達する直前、彼は再び入院をして天に召されて帰っていきました。はい、毎週毎週、ね、おじさん、親戚のおじさん、知り合いのおじさんに連れて、ね、教会に来ておりましたけれども、それもこの教会の重要な一人の、はい、一時代の証人であったということをどうぞ覚えておいてください。それでこの教会は継続して今も存続して働きを成しておりますよということをどうぞ覚えておいてください。はい、隠れた人たちが今までずっとこの教会を立て続け、ね、継続させて続けておってくださったということを覚えていただきたいと思います。はい、それはキリストの、はい、十字架を知った、イエス様の愛を知ったゆえに、はい、そういう歩みができたんだということをどうぞ覚えてください。それではお祈りをいたしたいと思います。今日は兄弟の、はい、目黒さんですか、はい、沼川しおりさん、はい、十二教会を、はい、それでご一緒にね、この沼川さんの会話が癒されますように、回復しますように、またお仕事も回復しますように、ご一緒にお祈りさせていただきたいと思います。しばらくお祈りします。ありがとうございます。天皇お父様ありがとうございます。お祈りさせてください。ありがとうございます。天皇さんが、あの家に、入院中、海洋が出て、その治療に当たっているということを、覚えてありがとうございます。それからどうぞこの兄弟豊かに用い、またこの親族にあなたの福音が明かしされておりますことを心から感謝いたします。どうぞこの名簿さんの上に神様のどうぞ恵みがどうぞ豊かに表され、どうぞ神様のこの全家があなたにどうぞ
立ち返ることができますよ。どうぞこの名誉さんの格別あなたがどうぞ神様その証人として用いてくださいますようにお願いをしています。伊藤さんどうぞ今この時この野中さんの上にあなたが豊かに働いてくださいますよう、そしてどうぞその文書会をそこにどうぞ見ておいてくださいますようにお願いいたします。なぜイエス・キリストに何が見えてしまうその海洋を神に付け合わせて何が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 付け合わせて、どうぞ主がどうぞ神様兄弟を豊かに用い、またどうぞ我の祈りをどうぞ神様用いてくださいますようにお願いを申し上げます。どうぞ神様主がどうぞ3つのパンをこの必要な癒しをこの器にどうぞ与えてください。このどうぞ兄弟のこの森岡の前科がどうぞあなたに立ち返る兄弟のこの奉仕を豊かにあなたが用いてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝します。イエス様の名によって信じて申します。アメン。それではご起立ください。賛美を歌って最後になって歌手328番で歌います。御前にあります愛する兄弟姉妹たちと共に今の後もいよいよ限りなくあらんこと。アーメン。
三種はオーブナート、そして社員が火曜です、はい、金曜日は遠野に行きます、はい、遠野はこれは、はい、インタ姉妹のお宅です実家ですね、はいはい、滝沢、今日はよろしいですか、はい、坂本兄弟がまた再びイスラエルとかね、はい、エジプト、シリア、ヨルダン、はい、いろんな危険な状況ですが、はい、ギリシャ、はい、パトモス、はい、そのようなところにまた、ね、派遣がなされますように祈っていきたいと思っております。あとご案内何かありましたかね、はい、先週は例の戦い、はい、出かけました。2カ所に出かけました、はい、秋田の、はい、今までいつも行ったことのない、はい、噂さんの、はい、裏の方ですね、はい、部落、はい、そして、分水嶺、岩手と秋田、はい、表日本と裏日本の分水嶺、はい、そこにあっぴ川ですか、何が馬淵川と米代川ですかね、その分数で行ったり、その近所の、はい、部落に行ったり、はい、そして八幡平で最後お祈りをいたしました、はい、そんなことを例の戦いをいたしました、はい、例の戦いも、はい、これはリバイバルの備えだということをどうぞ覚えておいてください、はい、あとは今日は鈴木さんとね、そして関係者の方初めての方が来られました、はい、どちらから来られたでしょう、東京です。東京、あの実家がこっちなんです。今帰省してます。何さん。千葉と申します。千葉さん、それでひとまず、ね、そこまでにさせていただきましょう、はい、今日はこうお盆でね、用事があって来れない方が何人か来られますけど、はい、よろしくお願いします。